と、こっちがエレクトリカルか。うわ、なんか、すぐ狭く感じる。リアクターが。リアクター。黒がいたね。ちょっと、初心を思い出すね、これね。こんな感じだったな、最初。何もかもわからんくて。あ、ボット忘れてた。さあ、今日は、うわみんなこっち来てる。うわうい、左右反転ということで。あ、これも逆になるのか。シュッ、むずい。4月1日ですので、スケルドを反対から反転させたマップ、反対から読んで、どれ？あれ？音が早いね。なんか、でーんってなかったっすね。なかったっすね。なかったっすね。サントスよ。はい。あら、サントス、どうしたの？ハロー。あら、サントス。エレクトリカルでテルゾーが殺してるわ。あら。僕から反撃させていただこう。サントス君、はい、あなたがやったんだね。そう、イブってことは。俺の前走ってたの誰だったっけな。もう少し今俺はエレクトリカルに入るところだったが、何も見えていないぞ、俺の視点からは。どういう状況だったのか、もうちょっと詳しく説明してくれないか。はい、エレクトリカルに入ったら、奥に行く通路の横くらいに死体があって、そこから入り口側に向かってくる寺蔵さんがいてレポートって感じです。だって私が入って先に寺蔵さんと死体がいたっていう感じです。ほう、僕はストレージ側からエレクトリカルに入って、ていうかエレクトリカルに行こうと思ってたわけじゃないんだが、エレクトリカルに来てしまって、エレクトリカルの中に入るところ、入る直前ぐらいだったか、そこら辺でレポートが鳴って、俺になぜかなすりつけてくるような素振りを見せるサントスがいた。これローラーに、サントスは姿は見てないけど、ローラーにいいんで、多分ローラーしながら、うん、あの隠しろ作れるかなと思うので、隠しろ作っての議論をしていただきたいな。うん、確かに素晴らしい。切ってるところ見たのかい？いや、死体から下がってくるとこ。死体から下がってくるとこ。死体から下がってくる。死体から下がってくるんだったら。ちなみに誰の死体だったの？そうですね。誰の死体？ああ、確かに。レポートの色どっちだっけ？直前でストレージで誰かにすれ違ったような気がする。僕らね、色が出てないのよ。いや、覚えてない。ただ僕の前、アルマくんが走ってたよ。うん、あ、そうだ。多分アルマさんだ。先入ってたのアルマさんだと思うから、アルマさんだと思う。ストレージで誰かとすれ違ったと思うんだけどな、覚えてないな。直前ストレージにいた人誰？アルトですね。バーティーをしようじゃないか。させん、間違えてスキッペリチェノスは。僕のなんだこれ。いや、もうローラー開始した方がいいんだよ。僕の後ろを、俺でもいいから作ってくれ。そう、僕の後ろを多分サントスさんが走ってるのよね。動けません。え、これ動けません。あれ左遷、皆さん動きますよ。動けない、動けない、動けない、すげえこれ固まったな。ワールド、あ、なにこれ、すごいすごいすごい、動かなかったわ。全く動かなかった。なんで動かないのに。チャゲさん動けたね。動けた。犯人分かったね、これ。あたい金縛りの解き方分かったわ。誰かがボタンを押したの今。シャゲポヨさんが押した。アタイがボタン押しました。歯車を一回押して閉じたら動けたわ。歯車か。歯車を一回押すことがこの金縛りを解く。なるほど、ヒントよ。歯教員。なぜ歯車にエメラルドスプラッシュを届いてください。まあ、ってないな。あ、待って、ごめんなさい、スキップ押しちゃった、間違えて。怪しいわ、千早ちゃん、あなた怪しいわ。さすがにでもさっきスキップでしただろ。さすがにスキップでいいじゃない、これバグ対応だから。そうなの。でもチャゲポヨはボタンを使ってこれ押したんじゃないんですか、タゲさんは。うん、ボタンを使って押したわ。あ、どっちもチェイスか、押すか。うん、まあまあいいんじゃないか。寺蔵さんが中にいた？寺蔵さんがいたの？寺蔵さんが中にいた。私が奥に入った。あ、遅れて入った。寺蔵さん。俺が遅れて入っただと思う。まあ、俺視点はね。まあ、ここ食い違ってる時点で。うん。
なんとも。この画面も反転してるような気がする。気持ち悪い。金縛りじゃなきゃ。ああ、すげえ、なんか、俺に集まっちゃったけど、ちゃんとローラーしてくれないと怖いっすという話を言っておきます。はい。歯車一回。何も音が鳴らねえ。議論の入り方。金縛りで動けなかった。あ、歯車押しました。歯車押したらノーバル。解除の魔法、解除の魔法を慌てて忘れてた。そうだそうだ。なんか全体的に挙動おかしいですね。おかしいっすね。やりづれ、ね、うん。まずこの議論の入り方、めっちゃ怖い。怖い、それ。スッって。スッって。メッドベイでスキャンしてた時ちょっとなんかバグったんかと思ったもん。他なんかじゃ佐藤さんまでする、うん、言ってもらっていい、よくて、あと、うん、メイヤさんの目撃情報ないですかね。なんかお互い見てる人とか下もう9人ぐらい来てましたよね最初。うん、あ、そんなにいたんすか。ほぼ全員か。ほぼ全員いた気がする、うん、じゃあ僕が一人多分メッドベイ行ってますね。メッドベイでスキャン中に期待報告が上がってきたんで。一本期待報告じゃなかったね。ボタンや期待報告やったんか。期待報告アルマさんの。期待報告だったね。僕、うん、ウェポン行ってたんで。タキオさんウェポン。はい。じゃあ8か。左に誰も来なかった。なんも無音怖。まあ下なんじゃないですか、メイヤさん。あれ隠しの作れる2人組はいなそう。最後までアドミンにいた人は無理だと思う。誰だっけ、2人。俺かな、俺とセンターやってんのかな。はい、スイー。じゃあ千早さんあるとったん。車を押してナビ行こう。うえ気持ち悪い、うえ気持ち悪い、頭バグりそう。もうすでにバグってるやろがーい。ははは。これは反転じゃないんだね。ゴゴゴゴゴゴ。うえ。ここも一緒か。マップ上のあれだけってことね。ズキュンドキュンバキューン。そんなび少女ズキュンドキュンバキューン。違う原子炉か。あやべ、マップ開けば開くほど頭バグる。こっちセキュリティね。で数字がよし、ボタン、うん、ボタンボタンを押しましたよ。なんとなくリアクターが直ったんで押しました。なんかあるとしたらここかなと思って。それ以外は特にないわ。なんで急にお姉言葉になったんですか。トータさんと僕がアドミンにいたのかな。うん、やと思う。最後の方、俺出んの遅かった、結構。サントスさんは僕が先に行ってて、僕が給油してる時にサントスさんが僕を横切ってエレクトリカルの方に行ってるので。アルトさんが給油してるのもギリ見えてたかも、俺。アルマさんやと思ってたけど、アルトさんやったの。アルマさんはね、うん、俺より先に行ってるね、少し。うんうん、アドミン出た後、それ以上の配線やってたら。ギリギリ見えるぐらいの位置。ちょっと全然覚えれんかったからな。把握全然できてなくて。頭がバグる。覚える余裕がねえ。メイヤ君下に来てんのかな。少なくともベポン方面には来てなくて、メドベイとかにも来てないって話ですよね。メドベイにも来てないです、ね。まあ我々が嘘ついてる可能性もありますが。でもまあ見たっていう人がいない限りちょっと
進められなさそうな感じあります。千早さんはなんか見た人とか覚えてないですか？周り。全然わかんないです。了解です。はい。難しいな。うん、まあ、ちょっと6人、まあ、6人1インポスターで進めるしかないから、うん、ちょっとフラットで。まあ、あの、トータスさん、僕視点だとトータスさんが一番白くて、時点アルトさんって感じかな。まあ、センタンさんとトータスさん2人が無理だって言うなら、うん、割と白強めで置いていいんじゃないですかね、全体的にも。で、歯車をして、これ O2 ね。O2 の助かない。あ、右行けばよかった。右行こう。右行って、下行って、下行けない。あ、カフェ、もうなんかいい、ダメ、いろいろ忘れ、あ、これ配線か。頭がバグってしまう。で、こっちがエレクトリカルか。うわ、なんか、すぐ狭く感じる。リアクターが。リアクター。黒がいたね。ちょっと、初心を思い出すね、これね。こんな感じだったな、最初。何もかもわからなくて。黒、茶色。水色。しかも格好似てんのがもう最悪なのよ。あでさえ覚えきれんのに。あ、反転してるから難しい数字出すく。むずいな。茶色、水色、黒。あ。誰が死んだんだ？トータスさんが死んでます。トータスさん。トータスさんの最終目的は、僕がウェポンやってて、リアクター鳴った時にウェポンの多分ダウンロードを始めてたと思います。なんでそれが最終目的なんで、うん、センターさんが隠しろに僕視点ではなりました。場所はどこですか今。発見1。ボタン？いや、ボタンです、ね。あ、ボタンです。はい。あ、ボタンか。トータスさん。さん見てない。俺も見てないな。さんと竹尾さんが、まあ、リアクター周辺。一応いたかな。まあ、時間ちょっと経ってるから分かんないけど。今回ナビゲーションの方にいましたけど、そっちには来てなかったですよ。O2 を竹尾さん、千早さんが先に直してて、竹尾さんと見て離れた。うん。ですよね。はい。うん。で、アドミンの O2 のところ、確かトータスさんだったかな、出たかな。センターじゃなかったのかな、あれ。センターじゃないのか。あれ、アルトさんと会ったのは僕です。トモンシーくらい。そうそうですよね。で、リアクター乗った時にトータスさんがウェポンにいたっていうのが僕の最終目撃なんで、僕は割と千早さんとアルトさん、まあ黒目かなと思ってて、どっちかっていうと千早さんかな。うん。じゃあ右というかナビゲーション側にいた人が。可能性高いって感じですよね。チャゲプヨさんってどっちから来ました？下からか来ました？下からです。エレクトリカルでタスクこなして、あ、チャゲくん下から通ってるの見てます。あ、アルトさんもじゃあそこら辺にいたんです。うん、そうそうそう、うん。チャゲさんだった。水色だった。あれは、うん。後ろから誰か出たのは見えてたんですけど、アルトさんかどうかまでは僕は見えてなかったですけど。あれはチャゲさんだと思います。僕その後閉じ込められましたけど。あ、竹尾さんはどんな行動だったんです？ボタンを押す前の行動は。あ、じゃあ次説明しますね。はい。ちゃんと議論できてる。少ない情報の中で。情報がただ少ないだけみたいな感じやね。歯車惜しい。ロワーが右か。ボタンがないのか、竹尾さんは。あ、押しています、自分も。いつ押したっけ？
初手、え？いつ押す？ローラーの時に押したのか。O2 がこっちか。やべえ、わけわかんない、頭が。おかしくなっちゃう。いやーん。はいはいはい。はい。センターさんの死体が別本にありましたね。立ち回りが悪い。はい、はい。僕、ずーっと今エレクトリカルにいます。O2 側の O2 が直したんですが、その時先端さんまだ生きてらっしゃいましたよ。じゃあ千早さん視点は、アリサさんは少なくともないんですかね。低減エレクトリカルいたってことは。そうっすね。僕アッパーエンジン行って。そうですね。チャゲプーさんは多分アドミン側直したんですか。アドミン側直しました。竹尾さんがそれ見てくれてると思います。そうですね。そうすると、どっちかってことになりますね。まあ、僕はほぼほぼ千早さんだと思っていて、うん、昨日の段階から。自分も昨日の段階から竹尾さんに黒塗りされてるんで、竹尾さんかなと。なんかここまで、なんか竹尾さんが黒だとすると、ここまでセルフ連続するかなっていう。あ、でも1個目は死体隠し。結構そのセルフ連続ってのは裏推理かなと思います。僕がトータスさんキルしてる場合は、トータスさんをキルしてからリアクターに行ってボタンを押したか、ボタンを押す前にキルしてボタンを押したっていう感じですかね。うん、その時千早さんってどこ行ったんですか。いやろ、ナビゲーションです。2日目ですよね多分。 O2 直してからナビゲーションですか。 O2 のタスク、ナビゲーション。あー、どうしようかな。そうするとどっちにしろ戸田さんに一番近いの近さんってことですね。距離の近さで言われるとちょっとリアクター乗ってるのにナビゲーション来るかな戸田さんがと思って、どっちかっていうとウェポンとかそっちの方で死体があるんじゃないかなって思いますけど。これ決め打った方がいいの。決め打ちました。僕は、僕は怖い。そっか、お疲れ様でした。頼む、お見事、頑張った。あー、これさー竹尾さん強え、クソ。これなんかさ、捨てるチャゲプーさんも強いな。寺蔵さんごめんね、最初本当に。いやいやいや、殺意の衝動が抑えきれなくて。いやでもなんかもう被害者、被害者。タスクダチは絶対これ無理だろうなと思ってたから。これはエレクトリカルで最初ダブルキルっていうか、1人チャヤさんが殺して、あーやばい、殺したから、俺が残ってエレクトリカルに来たもう1人を殺害してやると思ったらサントスさんまで3人目が来ちゃった。あーよし、新マップ楽しむぞと思ったら5秒で死にました。ごめんなさい、メンヤさんごめんね。いやいや、新マップではないんだよ。確かに。でもなんかもうほんとみんなもうね、ういういしい議論で面白かった。もうあんな何も分かってないうちに殺すのは確かにありだったかもしれない。ありですね。ガチで何も分かんない、みんな考えられないから、あんまり。そう、頭動いてないから、うん、なんか全然状況が違くて感覚が変わりますよね。議論聞いてる側もしても なんかすごいなんか初心者みたいになってる。なんかこんななんか百戦錬磨のメンツなのになんかすげえ、全然いけてないよね。シーンってなったもんな。みんなね、周りの状況を把握するのに精一杯で、初日とか何も覚えてないもん。長いよ。マジでさ、サボタージュやるときに O2 鳴らすと逆側が鳴るのちょっと。あ、そっちじゃないんだって。そうか、インポスターも混乱してんのか。